村長、魔王国から使者が参りました。私の名はビーゼル。村長としての初仕事だ。村長のヒラクです。こちらをどうぞ。魔王様からのメッセージなのですが、この場所について話し合いがしたいと。この場所に住むからには。ではここは一つ、ここでの生活を認めていただけるのであれば、収穫物を税として納めよう。1割でどうか。よろしいのですか。ああ、毎年冬の前に取りに来てほしい。承知しました。まとまっちゃった。では失礼いたします。お土産を渡しておいた。あんな感じでよかったかな。悪くない手だと思うわ。それにしても普通5割6割は当たり前なんですけど。え、さすがです村長。そうか。